とんでもない理論を提唱してしまう。俺マジでこれ分からへんね。何言ってんのか初めて見んね。やはり天才か。何言ってんのやろな。ニュースゼロでメンチカの話、女子高生に300万円使わせ、わいせつ行為をしたとして、あんまり YouTube 様的によろしくないよね、この内容は。男が捕まった事件について、アイドルとファンの関係だったと男は容疑を否認と報道。行き過ぎた推し活でなんとかに走り、学業がおざなりになる少女に原因みたいな報じ方おかしいだろ。そうした店をなくすべき。少女版の地下アイドルやコンカフェでも少女たちが商品化され、大人の男たちに搾取されているけど、メンチカやメンコンは少女たちに見つかせて、なんとかに斡旋し、あらゆる角度からなんとかするためのもの。売買業者らが中高生世代の少女たちをターゲットにしてできたホストのような搾取の仕組みです。今さら何を言ってるんですか。どっちにしても男が加害者なんや。ってなんかこの人の言う通りな。何にせよ男が悪いんや。女に貢い、女のアイドル、少女、女性アイドルに貢いでる男は男が悪いし、男が貢いでんやろ。なんでそれが搾取なの。男が搾取されてるよね。どう考えてもね。おかしいよね。だから、メンチカが JK から搾取してんのはまあわかるとして、逆になったら逆にならないおかしいやんけ。なあ。そんなことある。逆の構造になったら逆になるっておかしいやんの。上の、だから、まあアイドル的な男、イケメン男に女の子が貢いだら、アイドルの男の方が悪いし、女版のアイドルに男が貢いだら男が悪いって、どういうことやねん。何にせよ女が搾取されるんや。なわけないやろが。なこと言ってっからお前は信用されへんねん、誰からも。いや、頭おかしいやつからは信用されてくるけどさ。なこと言ってっから、もうフェアじゃないってことやんか、お前が言ってることはよ。そもそも。そもそも制作種って何ですか。制作種って何ですの。まず、じゃあアイドルそのものを否定してんやな、お前。だから妹否定やな、要するにな。そういうことやな。だから妹にコンプレックスがあるんやな。もう AKB っていうメジャー中のメジャーアイドルグループに入れた妹が羨ましくて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 しょうがないっていうことですね。要するに。だからそうやって叩くんですね。少女たち見つがせて、あらゆる角度から制作。制作種ってそもそもな。別にそれでいいと思ってやってんやからええやんな。いや、問題はあると思うで、俺も。でも、もう、そのことについては別に、まあ、別に、あれやろ。やる方が、売る方が、まあ、えっか、別に減るもんじゃなしって思ってんやろ。要するにさ。そういうことやろ。別に減るもんじゃなしって思ってんやろ。そうでなきゃできひんよね。ええやんけ、別にな。うん、で、俺はそうやって稼いだ金は、を3つぐのはやめた方がいいなと思うけど。自分のために使うんやったらええかなと思うけど。まあ、それは使い方も自分の勝手やから別にええんちゃう。何を言ってんやろ、ね。まあ、男が悪いんやと。キャバクラで貢がせてんのも、制作所なんかな。伊藤ちゃんに言わしたらな。でもコンドームとか配って売り支援してるやんな。女の子なんてさ、お金ももらえて気持ちいいと思うんだけど、まあ中にはそうじゃない人もいるのかもしれないけど、それはお金もらえてっからええやんねっていう話だね。女の人は下手したらダブルで、ダブルウィンやで、女の人の場合。うん、だからさ、まあ、二頭ちゃんだけやないね。まあ、二頭ちゃんがこういうことで筆頭になってっけどさ。言ってや、お前らがなんか代弁することちゃうねん、別に。お前らは別に関係ないやろ。で、まあ、二頭ちゃんも昔やってたんかもしれんけど、まあ、やってたけど、やってる動機とかやってる時のメンタルとかは、
それは人によって違うんやから、一言私はやってたから言う権利があるんですみたいな感じで言うのは違うよね。代表面したらあかんで、ほんまお前らさ、女性っていう共通項があるからって代表面できると思うとあかんで、ましてやな、関係ないやんけ別に。いや別にそのメンチカに貢ぐことは肯定はせえへんけどな、俺もやめといた方がええんちゃうかな、それはどう考えても無駄な行為やし、やめた方がいいでとは思うけどな、もうちょっと大人になってからやったらええんちゃうと思うけどな、10代の時にやることじゃないよねとは思うけどな、さすがにな。でもその二頭ちゃんみたいなのが代表皿してなんかこんなことはいけないんですとか言うのは違うよね。あらゆる角度から政策、うん、だから政策主ってなんやねんと思うよ。え、男は金搾取されてるよね、間違いなくね。政策主、政策主言ってるけど、なんか減ってんの？メンタルは減ってんの？メンタルの何かが減ってんやったらやめといた方がいいよね。向いてないってことだからね。そんなんしてもメンタルとかの何かが減らない人がやるべきことやから、でそういう人がやってる分にはお前らの出る幕はないからな、マジでな。二頭ちゃんらの出る幕はないからな。私ら別にそんなん平気ですけどって話やんな。減るもんじゃなしって思ってますんでって思ってるってことやんな。別にええやんな、別にええやんなと私は思っております。それを利用する男の理論だとか言うかもしれん、そうかもしれんけど、うん、それでいいよ別に。そういうんやったら、そういう政策主の構図がなくなったら困るおじさんの理論だとか言う、うん、まあそう思っといたら、そう思うんやったら別にお前らがにそう言われたかと俺は痛くも痒くもないんで全然構いませんけど、そう思っといたらいいんじゃないですか。少女版の地下アイドルの場合とメンチカの場合は被害者は女性、何にせよ女性が被害者だよね。メンズ地下アイドル、なるほどな。地下アイドルを向かないならやめれる。そうやね。やめりゃいいの。ユメニアンの武勇伝で全部作り話やん。ほんまな。こいつマジで言ってるのほんと怖いって。どう相手も女性様被害者なの。ピエンシュ。うん、だからそんなことないよね。別にええやんね。好きでやってんやったら。なんか俺もホストで貢ぐとかバカじゃねえのとは思ってるけど、それで喜びを感じてんやったらしょうがないよね。とは思うねんけどな。まあ後でもうあっちゃーって思ってるのかもしれないけど、しょうがないよね、それも人生やね。嫉妬嫉妬という私の考えです。私の考えなので文句言われる、まあ文句言うんやったら言うでいいけど、別に俺は言われてもふーんとしか思いません。